たちはこっちを、あっちをお願いします。はい、分かった。ダメだ、脳の酸素が欠乏してフラフラします。先生大丈夫ですか？いや、もったいない。いいですから。そうですか、じゃあ遠慮なく。カオル子のことかばってくれてありがとうございました。いや、僕は何も。ただ僕もあれを見てドキッとして。僕らが万歳なんて言って送り出してるのは人が死んでく場所なんだってことを忘れちゃいけませんよね。桜子、カオル子大丈夫？さっきはありがとうございました。いえ、お兄さんが出征されるのは辛いでしょうね。ええ、おいでも辛いだけじゃないです。兄は言っとりました。東洋平和のためとか共栄共存とか体裁のいいことを言っとるけど、戦争って結局は見も知らぬ人たちが殺し合うことだって。正義の戦争なんてこの世にないって。うちなにね、東京で左翼の活動にちょっと関わっとったの。そうなんだ。はいでね、私もうすぐ町を出るんだわ。こんな大事なことなんでもっと早く言ってくれなんだの？兄が活動家だなんて言ったらあんたがどんな反応するかわからんかったし。私はカオル子の味方だでね。私にできることってない？それだったらうちにある兄の本を少し預かってくれ。今日のことで家を調べられて見つかったら問題になるような本なんだけども、もしも兄が無事に帰ってきた時に亡くなっとったらきっと悲しむと思うで。桜子さん、それはちょっと。いいよ、それがカオル子のためになるなら。ありがとう。持ちましょう。桜子は今日の斉藤先生をとても頼もしく感じました。ただいま。先生、泥棒が出たんですって。大丈夫でしたか先生？ああ、いや、でも僕の財布ほとんど空だったんで大丈夫です。ああ、私飲む。ママ、あまりお茶でも飲む前。あ、これ。さくらちゃん、何この本？こんな本うちに入れるわけにはいかんわ。待ってください、この本は僕の本です。ちょっとよろしいですか？あ、はいはい。何か？さっきの本、先生の本じゃありませんね。大方あの子が友達から預かってきた本か何かでしょう。いや、僕の本だということにしておいてください。
もし万一警察に何か聞かれたり調べられたりしたら僕が責任取りますから。なんでそんなにあの子をかばうんですか。桜子さん勇気あるじゃないですか。お友達をかばって、あ、いや、私だって好き好んであの子に友達を見捨てろって言ってるんじゃありません。でもそういう話をうちではしません。桜子もなまじそういう知識に触れん方がいいと思っています。自分の身を家族を守るためです。わかります。あなたの気持ちよくわかります。僕も教師ですから。3日後、カオル子が家族で東京に旅立つ前に桜子に別れを言いに来ました。これカオル子さんに返すんですか。はい。このままじゃまずいな。笛子さん。はい。ちょっとすいません、デカルトなんですが。はい。我思うゆえに我ありなんですが、はい、すいません、ちょっとすいません。はい。すいません。選別にお米。お米って中に本が入ってるね。ありがとう。うん、こんぐらいしかできんで。桜子、前に言ったよね、私いつか小説家になりたいと思っとるって。うん。どこに行っても志は曲げんよ。今起きとることもこれから起きることもいつか形にして世の中に問うつもりだで。ってね。分かった。じゃあまたいつかどっかでね。うん。いいですね。自分の中にどうしても曲げたくない、曲げられないものが一つあるというのは素敵なことです。何ですか。いえ、何でもないです。やあ。ありがとうございました。この頃、山町の一人息子松井達彦はちょっと前までの桜子と同じように将来の問題で家族と衝突していました。あれ、お、ちょっと鍵は預かっとくでね。ピアノなんか弾いとる暇があったら店を手伝うか、後々役に立つ経営学の勉強でもしんさい。ほら、あんたからもなんか言ってやりんよ。達彦、お母さんが心配しとるでな。人のせいにせんで自分の言葉でお願いします。お父さんも心配だ。音楽が好きなのは構わんし、趣味でやるのは別に構わんのだが。構わなかないわね。甘いんだわあんたは。とにかくあれだ、
お父さんとお母さんは苦労してこの店を守ってきたわけだでな。結婚して25年いろいろあった辛いこと苦しいこと、とても口には出せんようなこと。もういいわあんたは。とにかくうちの跡取りはあんた一人なんだから、よそ見なんかせんと、しっかり後を継いでもらいたいということだわね。分かっただろうね敦彦。えいえい。おう坊ちゃん、珍しいだね。坊ちゃんなんて呼ばんでくれよ、もともとは同級生だら。おい、でも坊ちゃんは坊ちゃんだね。あのさ、はい、味噌屋の仕事って面白い？面白いもなんもないわな、仕事だもんな。そうだよな。ごめんな、変なこと聞いて。俺、味噌の匂いは好きだでね。この蔵の中におると落ち着くもんで。そうか。俺は生まれてからずっとここにおるで、味噌の匂いなんか意識したことないな。姉ちゃんが裁縫なんかしとる。雪降るなこりゃ。うるさいわ。あ、先生のじゃんこれ。へえ、ばばいの我慢してやる気になっただか。メリン、ばばいたびり殴るなよ。ばばいばばいって言わんときん。今自分にできることはピアノを弾くことだけだ。ピアノを頑張ろうと桜子は思っていました。指が回ってません。もう一度。はい。でも今までとはちょっぴり違う気持ちも桜子の心の中に小さく芽生えかけていたのです。桜子です。最近ピアノの他に気になることが増えてしまいました。斉藤先生です。でも先生の本棚には女の人の写真、さらには笛姉ちゃんが先生とデート。私の気持ちは揺れっぱなしです。そしてお嫁に行った桃姉ちゃんがひどい目に遭っていることも知りました。桃姉ちゃんを助けなきゃ。純情きらり、来週もお楽しみに。